はい、こんばんは、サビルーム斉藤です。今日は中二理科化合の10回目です。ちょっと長くなってしまいましたけれども、今日が最後、復習テストです。もうどん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 答えを出していくので、頭の中で思い浮かべてください。でそしてわからないところがあったら、その時は前の講義に戻って復習をしてください。はい、それでは始めます。化学変化、もう分解は最初に習いました。で今回は A たす B が C のように2つ以上の物質がくっついて1つになる化学変化です。はい、これを、はい、化合と言います。はい、そしてそれでできる C のような物質、はい、これを化合物と言います。はい、ここ簡単です。はい、次、鉄と硫黄の化合の実験をしました。はい、でこの実験で、まあ、他の実験と違って一旦を熱し、赤くなったらすぐに砂皿の上に置きました。もうそのまま加熱を続けずにすぐに砂皿の上に置いた理由です。はい、反応により発生する熱で次々に反応が起こるからでした。はい、じゃあ次、鉄と硫黄で硫化鉄ができます。これを化学式で表したこういう式のことを、はい、化学反応式と言います。で、これ一番簡単な化学反応式なんですけれども、いいですか。はい、Fe プラス S で矢印 FeS です。はい、でこの、鉄が硫黄と化合して硫化鉄ができた。で違う物質ができてることを確かめる実験として、磁石を近づけたらこちらは鉄が入ってるので引き寄せられる、こっちは硫化鉄に変わってるので引き寄せられない。であと塩酸を加えた時、はい、こちらは無臭の、はい、水素が発生しますけど、 B 硫化鉄の方は、はい、めっちゃ臭い硫化水素が発生します。はい、ここからは化学反応式の作り方です。はい、もうパッパッパッといきます。ですから、もうモデルで考えたい人は一旦ここで止めて、でモデルで考えて化学反応式が思いついてから答えを見てください。はい、鉄と硫黄で硫化鉄、これもさっき出てきた通りです。はい、Fe プラス S 矢印 FeS。 はい、今度炭素と酸素の化合です。はい、C プラス O2 矢印 CO2 です。はい、次、水素と酸素の化合、これ非常によく出てくるのでここちょっと詳しく説明しました。でまず今書いてるこのモデルはどこが悪いのかを考えてください。はい、まず水素と酸素で水ができます。でもこれは水素や酸素が分子で存在していないからダメです。はい、じゃあその下、はい、今度は水素酸素が分子で存在してますが、はい、反応前後で酸素原子の数が合っていないからこれもダメです。はい、じゃあ次、水素と酸素が分子で存在して、はい、数も合ってますけど、これは、はい、反応後の物質が水ではなくて過酸化水素になってます。ですからこれもダメです。はい、そうすると水素と酸素の化合の化学反応式です。はい、2H2 プラス O2 矢印 2H2O になります。はい、じゃあここで化学式を表す時のこの2の、まあ、大事なところ、この2の付け方です。はい、まず一番上、はい、この2は水素原子が2個くっついて水素分子を作っているっていう意味の2です。はい、で今度こっちの 2H の2は、はい、これ単純に水素原子が2個ある状態です。さあ今度この2は、は
はい、これは水素分子 H2 水素分子が2個あるっていうことです。はい、酸化銀の分解です。これちょっと難しい化学反応式なんですけども、今数が合ってません。はい、でこれを数合わすと、はい、2AG2O 矢印 4AG+O2 になります。でこれ以外にもちょっと難しい化学反応式をあのポンポンボールを使って説明します。興味のある方はそちらも見ておいてください。はい、次酸化、物が燃える変化です。はい、ここまず言葉ですね。はい、物質が酸素と化合すること、はい、これを酸化と言います。で酸化によってできた物質が、はい、酸化物です。はい、物質が熱や光を出しながら激しく酸化されること、はい、これを燃焼と言います。はい、じゃあ次銅の酸化、はい、これの化学反応式です。はい、いいですか。はい、2Cu+O2 矢印 2CuO になります。はい、次マグネシウムの酸化です。これは熱や光を出すので銅と違ってこちらは燃焼になります。はい、はい、化学反応式はほぼ同じで2Mg+O2 矢印 2MgO です。はい、次炭素の酸化、水素の酸化もさっきやりました。でこの2つを考えることによって、はい、有機物の酸化、はい、有機物が燃やす燃焼すると酸素と化合して、はい、何ができるかですか。はい、二酸化炭素と水ができます。だから紙や木を燃やすとその二酸化炭素や水が空気中に出ていくので質量が小さくなります。はい、最後還元です。はい、酸化銅と炭素の混合物を加熱する実験をしました。はい、この、はい、化学反応式です。いいですか。 2CuO+C 矢印 2Cu+CO2になります。はい、でこの酸化銅と炭素のこの反応で炭素は酸化して二酸化炭素になります。さあここです。酸化銅が銅になる、はい、この反応のことを、はい、還元と言います。酸化物から酸素が取り除かれること、これを還元と言います。はい、もう一個、酸化銅と今度水素を混ぜても還元することができます。はい、この時の化学反応式です。はい、CuO+H2 矢印 Cu+H2O になります。はい、今日もちょっと長かったですし、あの化学反応式がちょっと難しかったと思います。最初にも言いましたように、分からなかったとこはちょっとしっかりと見直しして、でここ本当にあの中学校だけじゃなくて高校に行っても非常に大事なところです。あのしっかりと化学反応式を作れるようにしておいてください。ではこれで今日の復習テストは終わりです。